さあやりましょう。最近は集会場もにやってますが、前々から気になってたんだけど、ここに団長さんいたんだね。ずっと前から気になってたんだけど、ずっとシカトしてたわ。無事で何より我々のだ、ハンター。聞いてくれ、めでたしの報告がある。何何、実況シリーズ終了。そう、入団希望の承認が見つかったんだ。紹介しよう。友人承認だ。このじいさんは将来、開け直しながら、錬金の技を探してバルバネに来たらしい。ところが現在は商売上がったりの状態そうだ。最近バルバネの近くでケチャバチャというモンスターが目撃されてな。このケチャバチャが商人たちの流通経路を荒らしてんだ。今、ギルドではケチャバチャの勝利を緊急クエストとして取り扱っている。ということで、お前さんの出番というわけだ。ケチャバチャを買って流通経路を復活したら、友人じいさんが仲間入りしてくれるそうだ。なるほど、なるほど。火山の火口内にある村でな、殴り村といったかな。フグの生産がかけていて、ハンターたちに逃げ回っているらしい。なるほど。溶岩の熱を使ってでかいものを作る技術もありそう。船を作るのも手のものだぞ。熱々の溶岩とハンターたちの熱気で、ぐらぐら煮えたぎる村か。今から使ってくるな。なるほど、なるほど。じゃあ、今回はその、なんちゃらなんちゃらっていうのを倒せばいいんだね。お姉さん、あるかな、そういうクエスト。こんにちは。ハンターさん、ついに来ましたよー。緊急クエストです。ケチャバチャの勝利ですよ。さあ、私のハンターさんの評価を上げる会が、早速コンソした。何でしたっけ？あ、緊急ゲストですね。はい。それでも、ハンターさんに緊急ゲストとそれに至る長いお知らせしますね。ハンターさんが狩りを頑張っていろんなクエストを達成していくと、その働きが限度に認められ、特別に緊急クエストを受けられるようになります。この緊急クエストを達成すると晴れて、次のレベルのクエストが受注できるようになるんですよ。緊急クエストを受けるときは、クエストカウンターの中の赤い目も選んでみてくださいね。あ、あった緊急クエストわかりやすい。これだ。いたずら好きの、なんちゃらなんちゃらを昇竜せよ。なるほど。じゃあ私が、体で、始末してあげよう。何言ってんのか。よし、行こう。ついに来たのは我々のだな、ハンター。いよいよ緊急クエストだな。どうだ、緊張するか。ここでもう一度緊急クエストについておさらいしよう。お前さんがいろんなクエストを達成して、その働きがギルドに認められると、今回のように緊急クエストという特殊なクエストを受注できんだ。そうだな。俺はお前さんのハンターとしての昇進試験だと思ってもらってもいいぞ。そしてこの緊急クエストを達成すれば、晴れて一段上のクエストが受注できるようになるっていうわけだ。そういうことだ、我々のだ、ハンター。これは気合入れてやざるを得ないな。さあ、気をつけて行ってこい。そして、無事に戻ってこい。戻ったら十字じいさんの中にして次の地を目指して出発だ。わかりました。やればいいんでしょ。まあ何でもなるよね、きっと。アイテムいっぱいあるし、よいしょ。こんな感じかな。弾はまあいつも通りにして、下画面はピントボール。オッケー。よし、行きましょう。というわけで、どこにいるんだろうね。猿、ツルとか言ってたね。ツルってこっちにあるよね。こっちかな。上と下があるから、なんかぶら下がったりとかできそうだけど。始まったよ。いきなりか。くそ、ロードしないといけない。でもでかいから、これでいいのかもしんない。当たるかな？当たるかな？いけ！ドン！当たるかな？まだ。あ、ペイントだ。あ、なんか違うボタン押しちゃった。やばい。どこだ？これ。こりゃ。ああ、投げられてない。当たれ。大丈夫かな？地図を拡大させて、次は閃光弾？いや、別にそれは使う必要ないと思う、今回。画面の操作がうまくできない。これでいいのか。いけ！くそ。でも前のあいつと比べればまだ、くそ、ロード？そう、上にいる。これは来るまで待てば、なんとかなるかな。緊急クエストだからさすがにクリアできないってことはないと思うんだ。もしクリアできなかったら、子供たちクリアできないもんね。大人の事情を配慮して。いつ来るか分かんないから。あ、近づいてきてる。近くに来るとやりづらいな。くそ。どこにいる？真上？あそこだ。当たれ！当たってるよね。弾を変えよう。レベル2、通常弾使います。59発。この距離で待機。こっからじゃ届かないよね、これ。よし。え、なんでないのよ。今チャンスだっつうのに。くそ。当
足んない。ここはタイミングを待つ。よし。あ、ダメだ。ああ、大丈夫。下のアイテムは、携帯食料にしとこう。なかなか下下がってこないな。どこだ？当てるか。よいしょ。当たったかな。当たれ。くそ。当たってんのか微妙なラインな。くそ。なかなか狙ってくんな。一回。どうしよう。携帯食料。どうしよう。まだ回復が。薬草があるか。補給薬がある。オッケー。敵は、そこか。当たれ！当たってるかな？微妙だわ。当たれ！届いてないか？くそ。リロード。一回閃光弾でも使ってみたいな。あるかな？なこれ。お、爆音なんちゃらっていうのがある。これを投げてみる？あや。効果ないのか？しょ。届くか。そこだよね。よいしょ、いけ。あ、どこ狙ってんねん。全然当たってない。くそ。なかなか当たんないわ。はまってる？あ、落ちてきた。当たれ。よし。他に、あ、火炎弾っていうのがある。30発。これ使ってみよう。もう。よいしょ。いい感じ。あ、でも遠く行っちゃった。でも結構ダメージ与えられたんじゃないかな。よし、追ってみよう。あっち行ったね。よし。ロードが必要なんだって。来る。当たれ。あつ、やば。薬草でも何でもいいから、一回。よし。これでいくか。あー！力尽きた！一回でやられたわ。そう、もう一回行くか。なんか回復の薬がなんか少ない気がするな。なんでだろう。この前回復薬だってゴールドとかなんかもらったような気がしたんだけど。おかしいな。全然アイテムがない。もう一回行ってみよう。いたいた。よし。弾は通常弾で行く。あれ？一瞬で行っちゃった。もう何やってんだか。私が相手になろうではないか。こいつもなんか突進してきそうだから壁寄せにしたらいいかもしんない。あ、でも。あー、くそ。ここで。なかなか照準が合わない。照準合わせんのほんと苦手。あ、なんか不思議な画面になってる。よいしょ。つつ。あば、体力がない。早く、コーナーなんかしてないんでいいかな。何してんの？なんでコーナーなんかしてんの？一回回復。あ、こっち来てる。よし。
危ない。あんなどうなってんの？よいしょ。やばい。あ、またリロードになってる。ダメだな、全然。よいしょ。ああ、またやられた。ダメだな、勝てないな、これは。よし、ローディングして、この距離ちょっと遠いけど、届くかな。いけ。ああ、くそ。届かないんだよな、これ。よいしょ。弾を変えよう。よいしょ。これでどうだ。ああ、またやられたよ。もう、ダメだな、これ。星がゼロになった、だって。というわけで、本日は残念ながらクエストはクリアできませんでした。さあ、どうするでしょうか。まあ、また今度考えておきます。はい、ありがとうございました。言いたいことがあるんだよ。やっぱり豆柴かわいいよ。好き好き大好き、やっぱ好き。やっと見つけたお姫様。